マドレーヌ・ペルティエは、フランスの精神界、女性解放運動家、ジャーナリストであり、特に、フランス初の女性精神界、フェミニスト団体、女性の団結の会長、女性参政権の実現を目指す、サフラジェット紙の創刊者、シン・マルサス主義のフェミニストとして知られる。マドレーヌ・ペルティエは1874年5月18日、パリニクにアンヌ・ペルティエとして生まれた。 被着室士であった彼女の母は、オーベルニュの農家に預けられた。パリに出て、家政婦として働いた後、八百屋を営んでいたが、厳格で、支配欲が強く、王道派で、強進的であったため、伝統的に共和派支持者の多い近隣では嫌われ、ものであった。父は御者であったが、ペルティエが4歳の時に、肩麻痺になり、車椅子を使っていた。ペルティエは11歳で、 初等教育を終了する途中学校に進学せずに図書館に通って独学で勉強し1897年に優秀な成績でバカロレアを取得した。パリ市の奨学金を受けて学業を続けパリリ系大学で人類学者のシャルル・トツルノーに支持した。さらに医師を志し1899年に医学校に入学。当時は 学生約4500人のうち女性が約130人、そのうち約100人が外国人であった。ビル・ジュイフ精神病院とサンタンヌ病院でインターンをし、精神科医インターン試験の受験を希望したが、当時、賛成権のない女性には受験資格がなかった。ペルティエはすでに13歳の頃から無政府主義者やフェミニストと付き合うようになり、ルイーズ・ミシェル、 マルグリット・デュランラと出会っていたが、女性解放運動家でもあった女優のデュランは、1897年に、創刊したフェミニスト新聞、ラフロンドで、女性のインターン試験受験許可を求める運動を展開した。この結果、ペルティエは、受験を認められて合格。1903年、フランス初の女性精神会が誕生した。1904年に、 パリ14区ジェルゴビー通り80の82番地で開業し、夜間救急医や郵便電話通信の公務員医師も務めた。1904年にはまた、フリーメイソンの社会哲学ロッジに入会を求めている。すでに1883年に、女性解放運動家で世界初の女性フリーメイソン会員であるマリア・ドレームが、医師で、急審査派の県会議員のジョルジュ・マルタンと共に、 男女混成のロッジ、人権を設立していた。ペルティエは、女性が個人として自立するためには、教育が最も重要であり、自己教育の一環として、男性専用の地の伝道である、フリーメイソンの知識人、特に自由思想家との交流を通じて政治に関わる、必要があると考えていた。このような心情から、入会を許可された後も、フリーメイソンへの女性の入会を認める、 よ繰り返し、正規派に要求したが、激しい反対にあった。女性はまだ宗教によって守られ、従って、強権主義的、反動的であるとされていたからである。このような女性観、または、偏見は、他の男性中心の世界でも同様であった。1906年にカロリーヌ・コフマンの公認として、フェミニスト団体、女性の団結の会長に就任し、 同年の市町村議会議員選挙で女性は法に従い、納税している以上、投票すべきであるという標語を掲げて女性参政権運動を展開したが、一方でこの運動を女性のみによる運動として孤立させることのないよう、1905年に結成されたフランス社会党に入党し、男性党員に働きかけた。この結果、女性参政権の問題に特化した。 委員会が結成され、ペルティエが委員長に任命された。さらに1906年には、社会党パリ第14部会の代表として、リモージュ大会に参加し、社会党として、女性参政権の実現に向けた、法案を上帝するという彼女の道義が可決されたが、法案策定の段階で反対にあい、女性の道義など何の重要性もないから安易に、 可決されたのだと皮肉を込めて10回している。しかし、同年12月に、今度は会員に、女性の団結の会員70人の候補者名簿を提出し、女性参政権の実現に向けた委員会の設置を求めた。翌1907年には、政務権の連合会議の了承を得て、リモージュ大会に提出した道義を8月開催のナンシー会議に再提出した。 8月17日から19日までシュトゥットガルトで国際社会主義者大会主催の国際社会主義者女性会議が開催されフランス社会党からペルティエを含む女性党員7人が派遣された。シュトゥットガルト大会で反軍国主義と反議会主義に基づくギュスターブ・エルベの道義が採択されたことをきっかけにエルベ主義に傾倒し エルベラが創刊した社会戦争の編集長を務めたが、ここでも、また、女性の団結の会長として、ブルジョワ・フェミニストに加担していると非難されたため、1907年、独立して、月刊誌、サフラジェットを創刊し、参政権運動を中心に、女性の団結の活動を継続した。1908年の市町村議会議員選挙では、ユベルティーヌ・オークレールが、 合法的な努力にもかかわらず未だ女性参政権が実現されないという理由でパリ九区の投票所で投票箱をひっくり返しペルティエが窓ガラスを叩き割った。二人とも16フランの罰金刑を言い渡されペルティエは執行猶予付きであった。これはフランスのフェミニストの戦いにおいて 唯一の暴力的な行為であった。1920年12月に社会党のトゥール大会でコミンテルン加盟と共産党への解消が決定され、以後、ペルティエは共産党員として週刊新聞女性の声に記事を掲載するようになった。1921年にモスクワで国際女性共産主義者会議が開催された時には、 女性の声の代表として参加する意向であったが、党の承認が得られなかったため、個人的に参加。革命直後のモスクワに1月半滞在し、かなり好印象を抱いて、共産主義ロシアの波乱万丈の旅を表したが、ボリシェビキを支持するフランス共産党と次第に距離を置くようになり、1925年に離党した。女性問題については、シモーヌ・ド・ボーヴォワールの思想。 人は女に生まれるのではない、女になるのだを先取りしているとされる。これは、特に1908年発表の、自らの権利のために戦う女性への第一章、女性の社会学的、心理学的要素においてであり、社会環境によって、心理的な性が形成される、女性は、幼少期から形成されるものであり、この結果、何でも引き受ける奴隷や、 家政府になるのだと書いているからである。ペルティエは、こうした観点から、すべての分野における平等を求める、包括的フェミニズムを提唱し、完全なフェミニストであろうとした。生涯独身であったが、これも、女性は妻や母という、自分自身の外に存在理由を求めるのではなく、自分自身にならなければならないと考えていたからであり、外見についても徹底しており、 服装で男性を誘惑しようとするのは、主人にこびる奴隷が取る態度だとして、いつもズボンを履き、髪を短く買っていた。1911年には、中絶権を表しているが、この点でも、時代を先取りしていた。人工妊娠中絶は1810年の刑法典、第317条で犯罪とされていたが、1896年8月に、新マルサス主義に基づく、 母性の自由を擁護する組織人間再生同盟が無政府主義者ポール・ロバンにより結成された。これはトマス・ロバート・マルサスが人口の期化急数的増加を防ぐ方法として禁欲や晩婚などの道徳的抑制を説いたのに対してフランシス・プレイスが否認による人工的・科学的な三次制限を主張したことに始まるものであり、ロバンは否認による 三次制限は、完全な女性解放のための唯一の確実な基礎を提供し、男性の支配からの女性解放に貢献するだけでなく、これによって、女性の服従に依存しない男性の側の自己投与も、初めて可能になると確信していた。こうした新マルサス主義のフェミニストとして挙げられるのが、ペルティエとネディー・ルーセルだが、当時はまだフェミニストの中でも孤立した存在であり、 女性組織の大半は中絶のみならず否認にも反対の立場を維持していた。医師であったペルティエは新マルサス主義を支持したばかりでなく、これを実践していた。1937年に脳卒中で肩麻痺になってからは看護婦や家政婦に中絶手術を行わせていたが、これが警察の目に留まったのが1939年に、 兄に強姦されて妊娠した13歳の少女の手術を引き受けた時のことである。実際に手術を行った看護婦と家政婦は、金庫刑を言い渡され、ペルティエも執行猶予付き2年の金庫刑の判決を受けたが、彼女の病気はすでに末期で、回復の見込みがなかったため、エピネシュルオルジュのペレボクリューズ精神病院に送られ、同年十二月十九日に死去した。ありがとうございます。